皆さんこんにちは、朝バー亀仙流チャンネルの朝バーです。今日はですね、東京都エリアですねに新しく誕生した、ミニッツのフルコースのサーキットをご紹介したいと思います。はい、東京エリアというのは実は住所的にはここは埼玉県の和光市になるんですけれども、最寄りの駅が東武東上線の成増駅、これ東京都の板橋区になるんですけども、そこから歩いて来れる徒歩15分ぐらいですかねの県内の場所のサーキットということで、一応東京エリアということでご紹介したいと思います。はい、でちょっとですね、場所がですね、ちょっとなんとなく周りをちょっと映していただきたいんですけども、どちらかというと住宅地の中にこうポツンとこう出てくるサーキットなので、初めて来る方にはちょっと分かりづらいかなという感じがするんですけれども、一応ここ川、何川なんだろう、川が一応近くにあるということを、なんとなく、目印にしていただいて、電車で来ていただく方は、成増の駅から、最近スマホとかで地図とかありますので、それをちょっと頼りにしていただいて、歩いてきていただいて、ちょっとこれからなんとなく周りの風景を見ながら、お店の方に行きたいと思いますので、なんとなく風景を参考にしていただけたらいいのかなというふうに思います。という感じで、歩いてきて成増の駅から15分ぐらい歩くとこちらですね、なかなかこう目印というものがないんですけれども、強いて言えばこちらの氷床の旗、こちらですね、こちらが目印で、入り口の方がこちらですね。はい、こういう感じで、ドアが開いていますので、こういうところを目印にまずちょっと目指していただけたらなというふうに思います。サーキットの名前がですね、ここぐるぐる成増本店というそういうお店になっています。はい、もうぜひ頑張って見つけてください。で、来る方法、電車の他に、自転車だったり車で来ていただく方はいると思うんですけども、残念ながらですね、車の駐車場はないんですけども、近隣の、一般 の、 あのタイムズみたいな、コインパーキングが比較的、1日で、600円とか900円とか、比較的上限のあるところがありますので、ぜひそちらの方を利用していただきたいかなというふうに思います。そして、バイクとか自転車に関してはちょっとこのお店の前とかにはちょっと止められないんですけれども、ここから、少し歩いたところに、別の場所を借りていただいてますので、そこは後でご紹介したいと思います。はい、それでは早速ですね、この中に入っていきたいと思います。こんにちは。入り口は2階になります。今日はちょっとレースを開催しているようなので、ちょっとレースのアナウンスとかがありますけれども、普段はレースとかやってませんので、こういう音は入らないと思います。はい、でここが入り口になります。今日は開いてますけど、僕初めて来た時はこのドアがですね閉まっていて、ちょっと本当にサーキットなのかすごく分かりづらくて、このドアを開くのがちょっと勇気がいりました。はい、で入っていただくと、ここが受付になっています。はい、でここで、呼び鈴の方を押していただくと、店長さんとかスタッフの方が来ていただきますので、ここで、料金の方を払っていただいて、それで、中の施設を利用するというそういう形になっています。はい、それではお店の中に入っていきたいと思います。こんにちは。すみません、初めてここを利用するんですけれども、どのように利用すればよろしいでしょうか。初めての方でございますね。まず初めての方は閉店の会員証を作らせていただくことになります。こういった形で、入会の申込書に記入いただいて、そこから閉店の、
設備の内容等のご案内ですね、はい、させていただくということになりますね。利用料金とかどういう形になってるんでしょうか。こういったところに、こういったところに掲示してるんですけれども、平日の料金で、ヘテンミニ四駆とミニッツ、今のところやらせてもらってます。ミニッツは売れたんですね。ミニ四駆は3連のコース、平日の料金が初めの2時間、ミニ四駆のみなのかミニッツのみなのか、それとミニ四駆とミニッツどっちもやりたいのかで、変わってきます。ミニ四駆だけだと初めの2時間が500円、ミニッツだと800円、どっちもだったら1000円という形ですね。で、最初の2時間の料金は初めに、頂戴するような、最初の受付で頂戴する形ですね。で、以降2時間過ぎたところは延長の料金が30分ごとに、それぞれミニ四駆のミニスのみ両方で、料金が決まってきます。で、1日の最大料金はこの2時間500円に追加した料金ですね、それ、延長料金ですね、を足し算したものが1日の最大料金なので、ミニ四駆のみですと最初2時間500円で、延長が、5回分ですね、5回分の500円が合わさって1000円とという形で1日料金が1000円で、延長の料金はお帰りの際に時間決まったとき、退店の時間が決まったときに、お支払いいただく、ご精算するという形ですね。で、土日祝日はちょっと別途、土日祝日の料金とさせていただいております。で、ここですね、ぜひ皆さん見ていただきたいです。平日21時以降ナイトタイムのサービス料金やってます。21時以降の入店だと最初の2時間の料金お安くなります。で、閉店の時間、営業の閉店時間は0時まで、深夜0時までやらせてもらってます。なので21時以降ですと、まあ3時間ですね、3時間遊べますので、まあ、2時間プラス延長が、まあ、2回分ですかね、それで0時まで遊んでいただけますし、最初2時間が、お安くなりますので、ぜひ夜の時間が来ましたら、ミニ四駆なりミニッツなりお越しいただけたらなと思っております。はい、それで、ちょっと気になったんですけども、はい、まあ、入り口でも書いてあったんですけども、まあ、飲食物の持ち込みが原則できませんよってなってって、はい、ることなんですけども、はい、その辺どうでしょうか。はい、それやります。ちょっと入り口の方にご遠慮いただいておりますという言い方でさせてもらってます。大変恐縮なんですけれども、まあ、ご遠慮ないし、そのもう500円頂戴いただければ、まあ、持ち込み OK という形でさせてもらってます。まあ、閉店ですね。今言っていた飲み物ですね、飲み物、の、販売物、それ以外でも、まあ、軽食物、まあ、カップ焼きそば、ラーメン、お菓子に、カップ飯ですね、そういった軽食物の販売やらせてもらってます。まあ、そういった関係でぜひ、まあ、閉店の販売物ご利用いただけたらなということで、こういった形に、あとは、まあ、持ち込みのゴミの問題等もありますので、恐縮なんですけれども、私どもはこういった形でやらせてもらってます。ただこちらのドリンクサービスっていうのがあって、はい、ありがとうございます、はい、よく気づいてなんかあそこですよね。はい、ちょっと今あそこにありますけれども、平日土日祝日プラン関係なく、すべての方に、施設ご利用される際はサービスドリンク、として、まあ、飲み放題の、4種類のドリンクが飲めるサービスのドリンクサービスをやっております。で、今ですとラインナップがレモンティーにカフェオレ、ブラックコーヒー、あと代わりどこで味噌汁飲めます。温かい味噌汁が飲めますんで、まあ、合わせてご飯とかもあるので、ご飯と味噌汁で軽く一食済まされるという方もいたりするようなんですけれども、まあ、そういったサービスドリンクもありますので、まあ、ぜひご利用いただけたらなと思うんですけど、はい、逆に言うと、もう本当に持ち込む必要がないっていう感じですよね。はい、確かに、なかなか恐縮ですけれども、できるだけそういった形を目指して、体制整えているつもりではおります。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。で、まあ、ちょっと今撮影しながらなんで、まあ、とりあえず受付したという定義でちょっとさせていただきたいんですけども、これでお金を払ったら、もうこのまま入っちゃって大丈夫なんでしょうか。はい、受付もう入会してない方は入会いただいて、で、先ほどの説明簡単にさせていただいて、で、まあ、手続きとしてはこんな形で、今これ何も書いてないんですけれども、こういったリストバンドで入室の時間管理させてもらってます。赤色はミニッツだけの方、青色はミニ四駆だけの方、白色はどちらもの方で、ここに入室の時間書いて、まあ、それまでこう身につけていただいて、でお帰りの際になったらリストバンド切って回収して、まあ、そこから2時間過ぎたところからの延長計算してご精算ご体験という形になりますね。分かりました。はい、で、そうしますとですね、でもう入っちゃって大丈夫ということなんですかね。で、まあ、ここに至るまでの、その、まあ、皆さんいろんな形でお越しいただくかと思うんですけれども、
まあ、電車ですとか、まあ、お車ですとか、まあ、自転車バイクの方いろいろいるかと思います。よろしかったらそのあたりもこの段階でお話できたらなと思うんですけど、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあまず電車の方からちょっとちゃんとした資料がここになくて申し訳ないんですけれども、電車は東武東上線成増駅、もしくは地下鉄メトロの地下鉄成増駅、こちらが一応徒歩10分ということになっております。成増駅の方ですと北口から出ていただいたら一直線という語弊があるかな、行きやすいかなと思います。はい。で、お車の方は、まあ、インターチェンジで言いますと、外環道の和光インターが一番近いです。5分ぐらい着くのかな。はい、そこを目印にしていただけたらなと思います。で、自転車とバイクの方はこちらですね、止める場所を用意しております。駐輪場ですね、バイク自転車どちらも OK です。で、少し離れたところにありますので、初回利用の方だけ、先に簡単な地図ありますので、ご説明させてもらってます。わからないときはちょっとご面倒ですけれども、レジの方にお声掛けいただけたらなと思います。で、合わせて車の方ですね、止める場所についてなんですけども、これ大変恐縮なんですけど、駐車場ちょっとご用意できておりません。なので、まあ、近隣のコインパーキングの、ご利用をお願いしているんですけれども、だいたい600円から900円、1日600円から900円の相場のようでございます。で、割と箇所はあるようですね。近いところで何箇所だったかな、5箇所くらいはあるのかな。で、もうちょっと離れれば10箇所15箇所ぐらいあるようなんですけれども、ちょっとご面倒ですが、そちらの方、店舗の前ですね、ちょっと、まあ、駐車はちょっとご遠慮いただけたらなと思います。はい。あともう一つ気になったのがパーツとかの物販的なものですね。はいはい、そちらの方はこのとこですかね、まあ、ミニ四駆のものとかもあったりするので、はい、前日、お買い物だけのご利用も、もちろん OK でございます。で、まあ、今見えているのはちょっとミニッツのところで、ちょうど、ミニッツは、まあまあ、駆け出しというと我々が、まあ、駆け出しでやらせてもらっている、まあ、消耗品をメインにまだ取り揃えている程度なんですが、まあ、これから拡大していけたらなと思っております。まあ、それ以外ミニ四駆の方、については、まあ、消耗品をはじめグレードアップパーツ、AOパーツ、あと、まあ、特殊なジグ類ですね。今時のミニ四駆を作るために必要なジグ類、それなりに用意しておりますので、まあ、そういったところにご興味ある方もぜひお買い物だけでもお越しいただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。はい、それではお店の中にやってきました。こちらの方がピットスペースになっていますね。はい、こちらがこのミニッツの、コース横にあるピットスペースになっています。はい、まあ、大体この椅子の数だけ、まあ、座るスペースがあるのかなというふうに考えていただければいいそうです。はい、そして奥の方にこっちですね、ミニ四駆のコースがあります。まあ、ここが一応ミニ四駆のスペースになっています。はい、こんな感じですね。で、こちらの方ですね、強小のミニツカップの、レイアウトと全く同じコースが引ける、フルコースが引けるレイアウトとなっています。で、こう立ち位置の方が、まあ、こういう感じですね。8箇所足場の方があるコースになっています。そしてですね、こちらの方に行くと計測器ですね。はい、計測器完備されています。で、パソコンの方に、ICS の変更するこのアダプターですね、こちらもついているので、まだつけたばかりでまだちょっと使えるかどうかはっきりわからないそうなんですけども、まあ、こちらの方も一応ついているので ICS の変更をしたい場合はこちらでできそうです。はい、まあ、こういう感じで、計測ができる感じですね。計測ラインはここですかね。はい、そしてこちらの方が、まあ、ショップの売店というかいろいろ物販の方も、まあ、お菓子であったりとか、こちらの方が、まあ、ラーメンとかですね。こちらのラーメンなんですけれども、お湯の方があちらの、方で入れられるようになっているそうです。はい、そしてこちらの方が、まあ、気になるところですけど、トイレもありますので、はい、やっぱトイレ気になると思うので、トイレがあるのは一つ安心かなというふうに思います。一応これがぐるぐる成増本店さんの、お店になります。はい、10.99。で、まあ、先ほどですね、まあ、僕も走ってみたんですけれども、こちらのコースすごくフラットで、まあ、グリップも非常に高く走りやすいコースで、はい、かなり、
これからミニッツを走らせる方には、いい環境だと思いますので、ぜひこちら、営業時間も夜12時までやってるコースとしてすごく貴重なコースだと思いますので、これからミニッツをやりたいなというふうに思っている方、ぜひこちらのぐるぐるなります本店さんですね、利用していただけたら嬉しいと思います。はい、それでは今回はぐるぐるなります本店さんのミニッツコースをご紹介いたしました。